はい、どうも皆さん、こんにちは、太鼓のネジブログチャンネル。本日もね、元気に動画を回していきたいと思います。今日もですね、ポイ活と、DMMFX を、まあ、やってまして、で、大体、まあ、売上の方を700円ぐらいね、まあ、出しました。で、まあ、1日終えて夕方になって思うのは、まあ、ぼちぼちかなっていう、まあ、そういうところですね。で、今日ね、玉川上水の方に来まして、まあ、今ね、動画の冒頭で見せたように、まあ、いい景色をまあ撮れたんです。で、この景色っていうのが、約1年前の頃の、感じよりかも、割となんか綺麗な感じで、なんか安心しましたね。すごくいい散歩になりました。で、まあその後新商品を買って、まあ、家に帰ってきたんですけれども、よかったなと思いますね。で、まあ匂いとしては、まああまりこう空気の匂いは良くなかったんですけれども、でも空気清浄費用は23ぐらいで低かったですし、まあ全体的に見たら昔よりかも良くなってるなというふうに思います。で、何が良くなったのかっていうと、やっぱり成長ですね。成長というものが示されてまいります。で、その成長っていうのは、FX で稼げる方法を身につけたり、あとは詐欺に引っかかりにくくなっているだったり、あとは経験としてね、詐欺業者からの返金があったり、あとは、Uber Eats というものをね、まあその、本当にお金につなげられたっていうこと、あとは、まあ僕の生理不順の問題を解決したっていうこととかね、あとはあれですね、その、まあ、例えばミシュランガイドにも当たって、この新居から今月の10月26日にライブに行けるっていう、まあ、そういうのが目処が立ったっていうこととかですね、本当いろんなそういういいことがあって、成長したからこそね、今のこの景色を素晴らしいと、まあ、思えるんですね。だから、まあ本当今いろいろバーって言いましたけれども、それだけいろんなことがあったっていうことなんですよ。まあいろんなこうことがあって、自分を強くしてくれた。で、生きる目的というものもね、なんかこうちょっとずつ見えてきた感じがするんですよね。最初この家に来た頃は本当に Uber Eats と病院の通院ぐらいしかすることないと思ったんですけども、その点でもいろいろあるじゃんっていうことをよりこう鮮明に見せられたなというふうに思います。
はい、で今ね、ちょっとゴミを出してまいりました。まあね、明日は友達と会う約束があってね、まあ、このね、AirPods をプレゼントするつもりなんですが、まあ、この AirPods もね、まあ、今日が最後だと思います。で、ペアリングなどをね、まあ、今日中に解除しておこうかなとか、そんなことを思ってるんですけれども。まあそんな感じですね。なんだかんだでね、今ね、僕のこの動画を見てる最中に皆さんが思ってるのっていうのは、まあ僕が考えてることとしてはですね、何かっていうと、多分今ね、夕方薬を飲んでるその後が見たいんじゃないかと思うんですよ。それは何でかっていうと、まあその、ほら、僕なんかはちょっと薄いじゃないですか。その薬を飲んでる雰囲気というものが。だからその、なんていうか、いかにもこう、ベースっぽい感じがあると思うので、まあこう、ちょっとこう農薬をこう入れた野菜とかでじゃないですけど、ちょっとその薬を飲んでる姿を見たいんじゃないかなっていうふうに個人的にも思っていて、だからほら、こういうふうに、今ね、夕方の4時頃ですけれども、あえてこの動画上でですね、エビウス嬢と普段のメンタル時間の薬を飲んでる姿を見せようかなとか思うわけですよ。ちょっとこうストレスしてね。まずはエビウス嬢。次に普通のメンタル疾患の薬。はい、やりました。いや、これで安心ですね。で、まあ、そんな感じで今日のビルはね、この辺で失礼したいと思います。今日も楽しく一日過ごせました。ではまたありがとうございました。